松田学です。ニュース解説、ということで今回ですね、アメリカがいよいよ中国を情報技術の分野から、締め出していくと、この分野から締め出しを図るものと考えられます、構想を発表しました。ザ・クリーン・ネットワーク・プログラムというもので、8月5日、5G だけでなくてですね、クラウドサービスとかスマホのアプリとか海底ケーブルとかそういった分野で中国の IT 大手を締め出してしまうというプログラムなんですね。これをアメリカの国務省が8月5日に発表しました。で、これ基本的にですね、この排除をしない、これはクリーンで OK という、このカンパニーズ、会社が出てましてですね、で、セレクト 5G クリーンテレコミュニケーションズカンパニーズと、これロゴがダーッと出てます。でご覧いただきますと、日本の企業の中では NTT と KDDI が入ってますが、気になるのがですね、ソフトバンクのロゴが入って、ソフトバンクがこう締め出されてるのかなという感じがするんですが、こういったところは OK だよと。で漢字の企業はいずれもこれ台湾なんですね。漢字ロゴですね、台湾の通信キャリアです。という中でですね、アメリカは今回何をしようとしているかと、結局ですね、個人とか企業のプライバシー、ということに加えて機密情報を保護するということが、アメリカの機密情報を保護すると。で何から保護するかというと、中国共産党などの悪意ある行為主体による攻撃的侵入から情報を保護する。要するに中国共産党から、アメリカの情報を守る、中には機密情報がある、それも守るということなんですね。でこのクリーンネットワークというものはですね、もともとトランプ政権が今年4月に 5G クリーンパスというものを発表しているんです。でこれに基づいているものなんですが、ここでは 5G 次世代通信網のというのが対象だったんですが、この他にクラウドサービスとかスマホアプリだとか電気通信事業者とか海底ケーブルとか、そういった分野を付け加えたというのが今回のクリーン、ネットワークプログラムなんですね。でこのプログラム、基本的にインターネットの構築方法を大幅に刷新しようということを提案しているんです。目的はですね、中国政府が海底ケーブルやクラウドプロバイダーを介してですね、アメリカのデータにアクセスできるようになっていないか監視するということなんですね。また今アメリカがやってるのは、ファーウェイなどの中国企業が製造したスマホに人気の高いアメリカ製のアプリをインストールできないようにするということも目指してますし、アメリカのアプリストア運営企業に対しては、中国企業のアプリを提供しないようにと求めていってるんですね。先般 TikTok のお話をいたしましたけれども、いよいよそれにとどまらない包括的なインターネットの中国に対する遮断ということを打ち出したと言えると思います。で今回のクリーンネットワークは5つセクションがあるんですね。いずれも英語で申し上げますと、まず第一にクリーンキャリアっていうんですね。これは国家安全保障上の問題で、信頼できない中国通信事業者がアメリカのネットワークに接続されないようにしましょうと。で2つ目にクリーンストア、信頼できない中国製アプリはアメリカのモバイルアプリストアから排除しましょうと。3つ目にクリーンアプス、信頼できない中国スマホメーカーが信頼性のあるアプリを自社製品にプリインストールしたり、自社のアプリストアで提供できないようにしましょうと。4つ目にクリーンクラウド、新型コロナウイルス感染症のワクチン研究情報なんかも含まれるんですけれども、アメリカの米国がアリババ、バイドゥ、テンセントといった中国企業が所有するクラウドシステムに保存されないようにしましょうと。5つ目にクリーンケーブル、海底インターネットケーブルが中国による大規模な情報収集活動によって侵害されないようにしましょうと。この5つのセクションからできてるんですね。でポンペオ国務長官は、アメリカ国民の個人情報やアメリカ企業の機密情報を中国が盗んでると、中国共産党が盗んでるということで、この中国の大手プラットフォーマーですね、これ私がよく、いろんな場で使っている図ですけれども、中国国家主導の中でバティスって言いますが、上から3つ取って BAT バット、バイドゥ、アリババ、テンセント、これを名指ししてます。
それで、中国共産党などによる悪質な攻撃侵入から、アメリカ国民の個人情報だけでなく企業の最も重要な情報を保護するためのこれは包括的なプログラムであるというのがこのポンペオ国務長官の説明なんですね。でこれは法的拘束力そのものはありませんが、これがアリババとテンセントに大打撃を与えることは間違いないというふうに見られています。でこの同時にですね、30以上の国や地域が、地域というのは台湾のことも指しているんだと思いますけれども、中国当局の IT 技術を排除したクリーンカントリーだというふうになっているんですね。でこれ明らかにもこの情報技術を中心、 IT を中心に世界の ブロック化と、こっちは OK クリーンだよと、で中国のが入っている可能性のあるところはクリーンじゃないよというふうにアメリカが決めつけ始めたということで、世界がいよいよ米中2つの、秩序に真っ二つに分けられていくことが本格化しているなという事件だと思います。でこれはもうアメリカとしてはですね、トランプ政権になってから、この中国との分断デカップリングということを進めてきた、その一番の中心にあるのがやっぱり情報技術なんですね。でなぜかと言いますと、この情報技術というものが発展していって何が起こったかというと、ビッグデータを、中央集権的にコントロールできるところが勝ちになる技術なんですね。でここにありますように、自由競争の枠組みでアメリカ側には Google、Apple、Facebook、Amazon といった GAFA がありですね、そこに Netflix を加えて FANG という勢力がいると。そしてそれに対抗するように考え方が180度違う国家主導という枠組みの下で中国のこういったグループプラットフォーマーたちがいる。これは人工知能 AI の発展計画で習近平政権が指名した5大プラットフォームがここに書かれているバイドゥ、アリババ、テンセント、アイフライテック、センスタイムというものなんですね。でここは 何が大きな問題かというと、個人情報を保護して自由競争でいきましょうというアメリカの枠組みと、国家主導でビッグデータを国家が管理できる個人情報も何も関係ないというところと、こう対抗する、競争上対抗するようになるとアメリカは競争上勝てないんですね。ビッグデータを自由に活用できるところがこの分野では勝ちを占めてしまう。このデータエコノミー、今や、経済で最も大きな付加価値を生む分野はデータになっているというところで、アメリカがこの経済の競争上も今の中国のレジームはこの技術の世界ではアメリカが勝てない状況を作り出していると、これではいけないということで、中国にいわゆる中央集権の仕組み、いわゆる独裁全体主義の体制を転換してもらわないと大変なことになる。で同時にこれも軍事技術上もそうですね、軍事情報そうですね、でそういった意味からですね、アメリカはもう明確に中国共産党体制のレジームチェンジをこう要求しているということなんですね。でこの一番鮮明な形で現れたのが今回のクリーンネットワークのプログラムであるということになると思います。ただこれはこの分野だけに果たしてとどまるのかどうかですね、この分野もちろん大きなインパクトを与えるわけで、日本の企業にとっても先ほどソフトバンクがないという話もしましたけれども、一体どうなっていくのか、この対応も大変なことですけれども、もしこういった米中分断が他の分野にどんどん拡張していくと、いわゆる情報ということ以外にもですね、軍事ということも考えていきますとですね、これに我々はどうやって向き合っていくのかということが非常に大きな問題になっていくだろうと思います。いずれにしましてもアメリカはいよいよ中国共産党体制の転覆に対して本気であるということで、今回のこのアメリカの決断といいますか、どうもこのところいろんな問題見てますと、アメリカはいよいよ本気だなと思わせるものがあると思います。これにどう向き合っていくか考えていく素材として、今回のクリーンネットワークプログラムについて取り上げてみました。どうもありがとうございました。